ベントに出席した、満島、右と岡田女優、満島ひかり、38が19日、東京都内で行われた、主演映画、ラストマイル、塚原あゆ子監督の大ヒット御礼舞台挨拶に、共演の俳優、岡田将生、35、と登場した。TBS 系ドラマ、アンナチュラル、2018年、MIU404、20年を手掛けた、塚原あゆ子監督と脚本家の野木亜紀子氏が再び、タッグを組んだ作品で、ドラマと同じ世界線で発生する連続爆破事件を描くサスペンス。公開からこの日までの28日間で、興行収入40億円、観客動員数280万人を突破。何度も映画を見るファンも多いといい満島は、1マイル、2マイル、3マイル、たくさんマイルを重ねていただきありがとうございますと、感無量。会場にはこの日で14回目の鑑賞という猛者もおり、満島は、ありがとうございます。14回も見てるの?と感謝しつつ、思わず、暇なの?と、天然発言。思わぬ毒舌に、岡田は壁側を向きながら、大爆笑し、暇って、過呼吸になりそうとぽつり。満島は、でも、学生さんかな?学校は、ちゃんと言ってた?と、心配しつつ、乃木さんの脚本が好きなんだよね。今日来てくれてよかったね。と笑顔。続けて、岡田は、抱きしめたいよ。と感謝しつつ、暇なの?と満島の決め台詞を引用し、ごめん。ふざけただけだから。言いたくなってしまったと言い訳し、爆笑を誘った。